めさせていただく本間と申します。これからですね約40分間の時間を使いまして、まずは東京スカイツリー展望台に上がる前に東京スカイツリーの構造についてお勉強をしてから皆様を展望台へとご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは委員団体の方がご利用いただくエリアでございます。10時から東京ソラマチもオープンいたしまして、東京ソラマチもオープンいたしますと大変にぎわいを見せる場所でございます紹介をさせていただきます。手は触れられないので手は触れないようにお願いいたします。金や銀のスパナなどが入っているんですね。ハンマーも金と銀になってます。さあ揺れ方に大きな違いがございませんか。左側のスカイツリー大きく揺れるのに対し、右側のスカイツリー塔体部分があまり揺れてないことがわかります。一辺が68メートルの正三角形でございます。東京スカイツリーと